7番さん殴って三人狼いるんすかって、三人狼いっぱいも正直あるよ。ないよないよ。3人狼、4人狼、5人狼、僕結構あったけどね。ちょっとこれ2番さんじゃないの。何言ってんだよお前。あ、今回はちょっとメモって、ちょっとメモりますか。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。いいね。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。ん？ありがとう。あ！出現してください。ショーからですね。おはようございます。占い師をします。はい、人、はい、巨人です。左の8番されなった結果、はい、白でした。はい、はい、この村価値格ですということで、占い師をいたします。7番さんは狂人かもしくは人狼なので、気をつけてください。1番さん占った結果黒でしたということで、1番さん釣ってください。で7番さんも釣って、で僕も釣っていただいてもよろしいです。はい、僕は最後にしてた方がいいですよ皆さん。でもう1番さん確定に黒なので皆さん黒入れちゃってください。はい、7番さん狂人お疲れ様です。1番さん人狼お疲れ様でした。あと1人見つけてゲームセットとなります。怯えて震えて眠れ人狼よ。1番のプレイヤーは、はい、おはようございます。7番9番占い師ハークです。自分に黒出してきたということで、まあこのままじゃトラリーチになるので自分 CEO します。自分カリウドです。なんで、まあ、自分カリウド CEO、 無理でしょ無理でしょしたんですけど、まあその他に特に言うことはなくて、あ、やばいやばい、つる、やばい、乗るな、乗るな、乗るな、まあ、乗るな。明らかに9番黒目なんですよね。対抗不要、まあ、黒目っていうのも、まあ、チャットすんだよ。っていうだけで別に人狼って見てるとかじゃなくて、まあ自分的には狂人の方が可能性高いかなと思ってます。それ以上言うことないんですけど、まあ特にそんな占いでどちらが真とか、もうやめろよ。どちらが真とか、まあ9は怪しいのか、そうか。2番発言してください。聞いてる聞いてる。まあ一番の 今の発言からして、はい、一番目線も旧人外確定なんですよ。なのにですよ、どっちかが怪しいみたいな言い方したので、まあ、はい、一番これ黒ありえるのかなと思って。いや、ありえますよ。はい、二番でもしカレードいたら多分出なくていいと思う。出なくていいです。これ炙り出そうとしてるかもしれないので。そうですそうです、 そうです、 そうです。出なくていいと思います。2番は1番を黒よりで見てると、まあ、7と9どっちかといったら、まあ黒出しした Q の方ちょっと新目に見ちゃう感じなんですけど、はい、まあ今日地釣りなのかなって思います。みんなの件聞きながらあと考えていきます。以上です。震えて眠れ。おう、びっくりした。びっくりしたびっくりした。びっくりしたマジで。マジでびっくりした。占い師は目を開けてください。どれにしようかな。ほれほれ、オラを選べ。うん。朝が来ました。昨夜死んだのは。え？五番。はい、おはようございます。一番さん勝手黒ですね。ラッキーですね。まず対抗は出なくていいと思ってます。おお、いいですね。7番さん、狂人確定ですね。9番さん、占い結果お願いしますね。4白把握です。ということで、8、2、3ですね。9番さんが黒出し特攻ということで、もうこの時点で村目高いですね。で、1番さんが、なんだこれは、狩人仕様ということで、まあ、これも黒目高い。なので皆さん村人目線9番さんが確実に白っぽいと思うんですが、まあそうですね、ここのタイミングで1番さん呪縛とか、おかしいですよね。9番さんが人狼の可能性も全然あると思います。村人目線ね。で10目線6番さんが黒ですね。あ、これ言ってることおかしいな。はい、6番さん番、はい、ということで、7番さん言って意味が分かりません。まあ今日は7番さんつってもう、二人狼っていうかその二人街っていうのかな、よくわかんないけど、人狼陣営側を2人釣るのもありだと思います。はい、でちょっと考察していくと、で1日目の発言が8番さんと2番さん聞こえたんですけども、結構村寄りに見ちゃってるんですね僕的に。で2日目始まって6番さんの意見も
ちょっとわかるんですよね。そうなってくると役職とかあれば CO してもらえればすぐ終わる話だと思うんですよ。3か6かみたいな、出ちゃってもいいかなと思うんですけどね。5番が持ってたらめんどくさいですからね。となると多分ね3番かなと思ってんですよね僕人狼。まあ今日は7番さん入れたいと思います。いや、あの7番さん言ってることおかしいっすよ。7番なんか9番人狼ありえるって言ったのに6黒出したじゃないですか。で1番人狼で芝生じゃないですか。いや人狼3人いいんですか7番さん。おかしいっすよ。ここ占いの話を言っといて、ハンター出るなら出といた方がいいと思います。それで絞れるので。うん、これ難しいね。個人的に2番さんの発言がちょっとおかしいと思った。7番さん殴って3人狼いるんすかって、3人狼いる場合も正直あるないよないよ。3人狼4人狼5人狼僕結構あったけどね。ちょっとこれ2番さんじゃないかな。何言ってんだよお前。7番さん僕新目でまだ見てる。9番さん狂人か人狼、2番さん多分人狼かな。まあ今日は7番さん釣るということなんで僕は7人で、まあ、臭すぎ。4番のプレイヤーはなんだよお前。3人称4人称ってなんだよ。カニマルです。ハンター出ないですかこれ。まあ、これ3対3だよ。でもたま8番さんを真っ白で見るなら話なんですけど、6、2、3でハンター出たら残りの2人釣っていきゃ勝てるんじゃないですか。別に釣らなくてもと僕は思うんですけど、腕相撲します。3人の4人の5人のいるもんって、はい、誰も出ないんだったらもうじゃあ7釣りでいいのかな。まあ普通に考えて9番さん死んだと思いますけどね。わかんないですけど。バカなんじゃないのお前。7が強靭で6に黒出ししたのもありえると思いますけどね。難しいですねこれ。とりあえず7入れるか。出てほしいです。はい、以上です。あんた5だろもうこれ。とりあえず7入れるか。まだ死んで見てる7をだって。バカだろこいつ。のプレイヤーが選ばれました。やばいなこれ。もう自分目線、6番さんこれ出てるんでもう、6番さんつって終わりですね。9番さんにはさ炙り出しがすごいプン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 になった。今さ把握もれ、僕自分で自分の言動がおかしいって言ってた。2番さんが8白っぽく見えてる。僕が8番さん囲ったとは思わないの。これ2番匂うね。すごい匂う。3番も黒っぽい。これ 4狼あるんじゃないこれ。やばいね。9番さんもまだ、強靭の可能性あるよ。いや、俺、確実に勝てると思ったら、これちょっとふざけちゃったんだけど。9、強靭。いや、狼もあり得る。いや、これ、やばいわ。目を閉じてください。いやばいって。占い師は目を開けてください。ほれほれ。占い師は見る相手を選んでください。もう終わったわこれ。旧人狼だとか言ってんのにさ、6も人狼出たとか言ってさ、1番自爆してる。もうダメだよこれ。いやーもうやばい。いや多分この人噛んでこないと思うんだよね。マジで。いや噛んでこないと思うよ。あ、3番占った結果3番白でした。ってことで、グレー考察なんですかとか言って、で最後に3番釣ると思うっていうよ。朝が来ました。昨夜6番やば。占い結果を貼ってくれ。三四郎、俺はハンターだ。俺はハンターだ。三番四郎、いや今日かお前。
地元チョン切るぞお前。これはお前に発砲する気満々だわ。お前シロだったのかよ。お前に発砲する気満々だったよ。わしハンターじゃ。そうなると9番が8番に身内切り。そうなってしまう。あ、それはねえか。7破綻してんの?2番?お前めちゃめちゃ白かったのに。お前実は黒だったの。え、マジで?2番だよ。知ってられない。人間でしょ?落ちた、マジで。そうですね、3番さんを占った結果、なんと残念だから黒でした。ちょっと8番さん。ということで、今日は3番さん釣りで一田さんが人狼で終わりです。でもね、僕的にちょっとね、7番さんのちょっと新目で見たいんですけどね。失礼します。2番のプレイヤーは発言してください。いや、せっかく8番頑張って喋ってたのに、9番さんそれひどくないですか。今日3番手すりで終わりますね。ちょっとここで使用するのも信用しがたいと思うんですけど、僕占い師で567占って黒でしたって。1日目で2番さんが二人狼もう確定みたいなこと言ってたんですけど、これ三人狼だったんですよ。ってことでもう2番さんおかしい、もう狂人なんですよね。もうこれ確定なんですよ。なんで僕する感じになってんのか、ちょっとなんで2番が狂人になるのこれ、うん、567が人狼で、2が狂人で多分終わるんだよ。なんでだろう、4番これやばいだろ。発言してください。はい、僕使用します。人狼です。2番と僕が人狼で9番さん狂人なんで、もう終わりですね。はい、まあ、この村人狼3人いたんでね。1、2、4が人狼、あ、3番さんもでも人狼だから4人狼ですね、この村。はい、ということで終わります。投票を始めてください。なんだよ4人狼って。じゃないべ。バカだろこれ。気持ちんとこ行ったんだよ。あーもうやばい。ゲーム終了。やっべえこの部屋。あー面白い。